やっと来たか、プロキシー。あんたからも大将に言ってやってくれ。てめえだな、シーザー様ご指名のプロキシーってのは。これはどういう状況なんだ。それにこちらはもしかして何か由々しき事態なのかい。ああ悪い、こいつは連盟の走り屋だ。うちの大将が覇者の座についてからはよそのチームの面倒も見るようになってな。何にせよフォローに潜るとなればプロ騎士は欠かせないんだ。直接本人と話したらどうだ。あの日は土砂降りの雨だった。敵は100人、いやもっといたかもしんねえ。対する俺は丸腰だ。あるのはトラック1台分の積み荷、二つの拳、それから走り屋としての誇りだけ。オートマ、走り屋の辞書に交代なんつ文字はねえ。闘魂、そうだ、闘魂の二文字あるのみってな。だから俺は穴熊市場を背に覚悟を決めた。そっからはワンパンだ。たったの一撃で俺は。一撃で100人もの敵を恐怖のどん底に叩き落としたと。大地とディープキスだ。続けざまにキックをもらってそのまま30メートルをひそっとびよ。よくもまあ胸を張って言えたもんだ。それでカリドーンの子覇者にフォローの悪党たちを成敗してほしいと嘆願を。この俺を戻り走り屋連盟をコケにしやがって感じくしゃ。あんのっつともめギッタギタにしてやるぜ。シーザー様よ、あんたは新たなここの覇者だ。あいつらを野放しにゃしねえよな。そんなの当たり前だろ。大将、あんまりいいように使われてやるなよ。連盟の輸送ルートにちょっかい出す輩が嫌がんだろ。俺様が見過ごすわけにはいかねえぜ。それでこそ覇者だぜ。こんな人の下につけて俺ら走り屋も妙利に尽きるってもんだ。プロキシオどもをぶちのめすシーザー様の勇姿はちゃんと取っとけ。連盟の兄弟たちに走り屋の心意気ってもんを知らしめてやるんだからな。待て、うちの大将が出るほどじゃない。俺が行こう。んだよ、このバカうるせえ兄弟は俺様を頼ってんだぜ。なのに黙って見てろってのか。いいか大将、あんたはカリドーンのこのドンで走り屋連盟の覇者。ドンと構えて、こんくらいの切った張ったはしもじもに任せとくもんだ。しもじもっつったってよ、丸投げってのもなんか覇者らしくねえっつうか。なあプロキシー、お前はどう思う。プロキシー、あのやかましたろうはちょいと妙だ。さっきから大将を焚きつけようとしてやがる。シーザー、ライトさんの言うことにも一理ある。ひとまずは僕と彼に任せてくれないかな。君の助けが必要なその時はお願いする。これでどうだい。プロキシまでそう言うんなら分かった、それでいいぜ。シーザー様自ら手を下すんじゃねえのか。やつら頭数が多いんでさすがに多勢に無勢っつうか。ああ、おいお前、カリュドーンのこの赤いマフラーを舐めてんのか。よしてくれ大将、俺は悪目立ちしたくない。俺は悪目立ちしたくないか。ここぞとばかりにカッコつけてくれるじゃないか。
火力上げちゃおっか。あのやかまし太郎、数が多いだと。そういうのは無謀の衆ってのさ。おっと、消し止め。倒れんな。石を切ろう。おっと、その名誉に価値はあるか。
殴り込みか。俺様も連れてけよ。おお、わんさか嫌がるぜ。けどよ、雑魚どもが寄ってたかって俺様に不意打ちかませるつもりだったのか。なめられたもんだぜ。フラクシー、あっちに何かありそうだ。あれは地図か。エクセレント、エージェントのために BGM をかけますか。その面より価値はあるか。エクセレント、エージェントのために BGM をかけますか。どいてどいて。おっとおっと。どや、手本を見ておけ。その名誉に価値はあるか。エクセレント、エージェントのために BGM をかけますか。あっちゃ。
勝利は勇者のもとに。つま…うわ、疲れたな。エージェントのために BGM をかけますか。弱すぎる。ライトとは友好的関係の維持を推奨。そうだよ。弱すぎる。ライトとは友好的関係の維持を推奨。はぁ、その面より価値はあるか。弱すぎる。ライトとは友好的関係の維持を推奨。ん、おっと、こいつら昨日の奴らとは違う連中か。ライトとは友好的関係の維持を推奨。弱すぎる。ライトとは友好的関係の維持を推奨。手本を見ておけ。弱すぎる。ライトとは友好的関係の維持を推奨。
殴り込みか。俺様も連れてけよ。火力銃が2丁なら弾も2倍当たる。どうだライト、ドイツから死にたい。最高だろ。エクセレント、ね、エージェントのために俺の獲物ばっかまとになってる以外弱すぎる。ライトとは友好的関係の維持を推奨。やるじゃないですか。同意。ライトとは友好的関係の維持を推奨。パイセン、急に慎重っすね。打撃の美学っていうのは精度。同意。ライトとは友好的関係の維持を推奨。てっきりもう弾がないのかと。やるじゃないですか、パイセン。弱すぎる。ライトとは友好的関係の維持を推奨。はあ、弱すぎる。ライトとは友好的関係の維持を推奨。手本を見ておけ。弱すぎる。ライトとは、
殴り込みか。俺様も連れてけよ。いざ降臨。お、回してきたぜ。お前の読みが当たってね、ナイト。ここでこうしてるとリングで戦ってた頃を思い出すよ。だが幸い、プロキシ、特等席から見ててくれ。手本を見ておけ。同意。ナイトとは友好的関係の維持を推奨。誰だ。同意。ライトとは友好的関係の維持を推奨。道を開けろ。せい。粉々にしやれ。さて、ドイツから死にたい。やるじゃないですか、パイセン。同意。ライトとは友好的関係の維持を推奨。手本を見ておけ。さて、ドイツから死にたい。戦闘は間もなく終わります。お楽しみいただけましたか、マスター。エクセレント。エージェントのために BGM をかけますか。同意。ライトとは友好的関係の維持を推奨。弱い。弱すぎる。やるじゃないか。あの悪党どもめ、舌を巻く念の入れようだったが、結局はおつむの悪さで台無しにしたな。ほう、ライトさんにはもう全てが分かったと。一体何がどうなっているんだい。プロキシー、製油所にいた賊どもを覚えてるか。二日目に俺らでのした連中だ。ああ、覚えているとも。あの大げさな走り屋が君たちに報復を託したけれど、結局大した連中でもなかったという。そうだ、あいつらのアジトで見つけた地図、あれが輸送ルート襲撃を匂わせてたのが、そもそもややこしいことの始まりだった。最初こそ輸送ルートを狙った二つの悪党ども、その一方が覇者を使い走りにした結果、製油所の奴らが潰されたんだと思ってたが、もう一つの可能性に思い至ってな。さっきのトラック強盗で確信した。ことを仕組んでたのは製油所に潜んでいた奴らの方だ。なるほど、さっきのトラック強盗の正体は製油所にいた悪党たちだったというわけか。ああ、走り屋になりすまして俺らにすがりついてきたのも、しょっぱなやけにあっさりやられたのも、すべては仕込み。やらせってこった。覇者の制裁を食らったふりして表舞台から消えつつ、裏で力を温存。満を持してのトラック強盗ってとこだな。ジャンクションにたむろしてた奴らは何かと目障りだったんだろう。だから、カリドーンの子を使って消したかったんだ。策士策に溺れるの典型的なパターンだ。
カリドーンの子を操り人形に仕立てたばかりにトラック強盗が露呈するなんて間抜けだな。護衛についていた先代赤いマフラーだけではなく、東大まで巻き込んだ夢の教頭に打ちのめされることになったんだ。運がいいのやら悪いのやら、連中ここまでしたんだ。あの旧文明の遺物とやらはさぞ金になるんだろう。よっ、店長にライト。なーに話してたんだ。パイセン、ブツの方はもう届けたんすか？ああ、郊外を抜けたらそっからはずっと順調でさ、出くわす信号全部青。ひょっとして今日は俺のラッキーデーか？ビリー、いいところに。ちょうどライトさんと積み荷について話していたんだ。君は荷下ろしが終わるまで残っていたかい？旧文明の遺物とは一体何だ？俺とプロ騎士は相当な値打ち者だと睨んでる。あの壮大な茶番劇に見合うほどのな。ああ、多分そうだと思うぜ。依頼人のやつ、あれの話になった途端目がキラキラし始めたからな。なんでも旧文明の工業と道路文化の象徴であり、世界に知らぬ者のいない純白の心臓、道路のあるところには必ずあるんだとさ。そう聞くとなんだかすげえ感じがするよな。ただあー、俺が旧文明のことをあんまし分かってねえってのもあるけど、そいつはなんつうかマシュマロ？違うな、いかつい輪ゴムみてえな。いやあれは、そう、タイヤだ。白いタイヤを重ねて作った人間みてえでさ、なんかヘンテコなんだが、とにかくでけえんだ。旧文明じゃマジであんなのが工業と道路文化の象徴だったのか？さあ、あの時代じゃそういうセンスが普通だったんじゃないですかね。さて、メンツも揃ったことだ。プロキシー、一杯やりに行くか？え、俺もついてっていいのか？バーニスを探しに行くか。あいつなら何かしら見繕ってくれるだろう。付き合ってくださいよ、パイセン。